はい、皆さんこんばんは。今日は1月の24日水曜日、ボギーチャンネルでございます。私、日本の心、参議院比例第4支部支部長の、ボッキーテドコンでございます。いやー、本当に大変な2日間でございました。まあ、昨日の朝、まあ、東京の方に行きまして、なんとまあ雪の関係で飛行機は遅れるわ、はい、そして何かと全部遅れてしまいまして、急ぎでまあチャンネル桜のスタジオの方に行ったら、とんでもないメンバーが次々と来ていただきまして、まあこれにつきましてはまた明日にでもいろいろ話をしたいなと思います。本当は今日やろうと思ったんですけど、今日帰ってきてですね、あの沖縄タイムスを見た途端、もうね本当にあの徳のニラ茶をね、あのもっとね5倍ぐらいに濃縮したような、もう紙面に思わず吹いてしまいまして、いやーこれが本当に沖縄の新聞なのかなというふうに思ってしまいました。ということで今夜は、この沖縄の新聞、たった1日でこんだけ笑えるニュースが乗っかってるっていうことを皆さんにご紹介をしていきたいと思います。あの私のオールバックゲルゲルの姿は明日にでもまた皆さんに改めて公開をさせていただきたいと思います。ということで、今日はあっという間に119名の方々が見えられております。まあ、昨日はあのその収録がありまして、討論で、はい、桜のスタジオで、まあ、詳しくは申し上げられませんけど、今は、はい、もうとんでもないメンバーととんでもない話が飛び交っていました。はい、ということで、今日はこの沖縄の、たった1日でこれだけお笑いタイムスということで特集を組んでみたいと思います。さて、125名、本当にいやこんなに来ていただいてありがとうございます。昨日はまたねこの収録の間、中佐が、まあ、ピンチヒッターとして頑張ってくれたようで、なんか私と全く見分けがつかないという噂が流れておりますけど、はい、中佐、そしてあの昨日、番組を支えていただきました我がネットアシスタントの皆さん、本当にありがとうございます。さて、今夜も皆さんをご紹介します。まず最初にキンシャスさん、こんばんは。それからシェリーマルさん、それからセイラさん、ノリゾウさん、はい、榎本さん、こんばんは。はい、それと中佐が大笑いしてますね、猫さんに。はい、それから、ユイさんから徳のニラちゃん、はい、ラプタさん、こんばんは。榎本さんから連発でニラ束、しげしげさんからニラちゃん、はい、黒海軍交渉さん、こんばんは、これでございます。247323さんは雪かきで疲れたということで、いやこれ雪、東京で私見て踏んづけて歩いてました。そしたら滑るんですよね、あれびっくりします。あんな滑ると思わなかったです。それとまゆみさん、どうもこんばんは。それからカーターさん、お疲れ様でございます。はい、しげしげさんから、ニラちゃん、高松ツリーさんからニラ束でございます。アリスさんですね、はい、4453、こんばんは、んこでございます。しげしげさんにらってはい、トーマさんもお見えになっております、こんばんは、んこ。タイガーマスクさんからも、にらちゃん、ビスケットさんもお見えです。マノンさん、こんばんは、んこでございます。はい月さんから、はい、今、コマーシャルがありますね。拉致対策本部、はい、拉致対策本部主催の拉致問題啓発舞台劇恵みへの誓い奪還沖縄公演がですね宜野湾市で、開催されます。これは2月10日、はい、2月10日の土曜日に、宜野湾市民会館で、まあ、開催されますんで、皆さんこれでちょっとねどんどんあのツイッターとか、はい、フェイスブックでこれも拡散をしていただきたいと思います。それからゆきとさんからも、ニラ束でございます。それからうっしーみやきさん、どうもお疲れ様でございます。寒いですね、はい、意外と、はい、
東京いるときあんまり寒いと思わなかったのに、なんで沖縄に来たら寒いんだろうっていうふうに不思議に思っております。はい、はい、あら、漬山さんこんばんは、飲み会行かねばということで大変ですね。はい、マロンさんからもニラ束でございます。いやー、本当に昨日はなんか盛り上がったみたいですけど大丈夫ですかね。はい、私が見てないうちになんかいろいろあったみたいなんですけど、まあ正直言いました、ここはね、あの楽しく学ぶ場ですので、まあ、和を乱すようなことをしたら、本当に遠慮なく、カットします。はい、考えが違っても、普通に議論する分にはいいんですけども、誹謗中傷とか感情的になるようなことがあれば、私の方でも、はい、オミットする場合がありますので、はい、それから南大阪の、橋子さん、こんばんは、ここで、ございます。いや、今日もたくさん見えられておりまして、本当にまたコメント読むのが追いつくかなと思っております。さいたま市でマイナス8度。いや、もずくさんどうもこんばんは、んこでございます。さて、今日も早速行ってみたいと思います。サンゴハートさんこんばんは、んこ。はい、本村あゆみさんから、特納ニラ茶いただいております、ありがとうございます。ラブタさんからもおじい自慢のオリオンニラ茶ニラです、やっぱりニラです。ブラックストーンさんどうもこんばんは、んこでございます。さあさあ、静岡でマイナス1度、沖縄急に冷えまして、私こんな格好をしてるんですけど寒いです。はい、それとあとはもう本当にハッピーさんも、はい、特のニラ茶いただいております。いや寒い、南相場はマイナス2度ということで、うん、また私あさって行きます。はい、あさってまた東京行きますんで、あさってですね。はい、あんまり寒くない方がいいんですけど、さて今日のお笑いタイムス、いやーすごいんですよ、本当に大丈夫かなというようなのがたくさんあるんですけど、まあやっとといえばやっとですね、やっとくさん載せました、トン。はい、これタイムスさん、公務執行妨害疑い男性逮捕、辺野古容疑を否認ということで、これはあの例の案件ですね。はい、キャンプシュワブ工事用ゲート前付近の路上でということで、はい、こういうふうにきちんと乗っけられております。まあでもこれね、ウェブ版とあれでまたちょっと違ってたりするんですよね。はい、まあこれがなんとこれトン、これは沖縄のテレビ局、今回辺野古で逮捕された方、なんと日本共産党所属の前県議会議員らしいんですよね。はい、このようにすごい真面目そうな顔してて、とんでもないことをしでかしております。はい、すごいですよ。はい、そしてこの方こういう感じ、これテレビ画面のキャプチャーなんですけど、公務執行妨害の疑いで前県議の具志堅徹容疑者78歳、すごいですね、やっぱり。あ、森さんどうもニラ束ありがとうございます。やっぱり逮捕されても生活に影響のない人たちが多いですよね。はい、まあこういう感じで、そして、本人こう言ってます。車を警察官にぶつけるようなことはしていないと容疑を否認してるっていうことで、まあ78歳でね、こんな車を警察官にぶつけるようなことをするなんて一体どうなんでしょう。あ、黒海軍交渉さんオールお縄と言ってますね。またその通りだと思います。しかし沖縄タイムズさんのウェブ版ではこういうふうになっています。どこにもこの見出しはですよ、どこにも警察官にぶつけたなんて書いてない。ノロノロ運転、運転手を逮捕って書いてるんですよね。だからこれを、ね、見た人は、あ、ノロノロ運転でも捕まえるんだ、ちょっとやりすぎだなと思うんですけど、実際には、ね、警察官にぶつけてるわけです。これがいわゆる印象操作というものだと私は思っております。さてこの、ね、78歳の共産党元県議、こういう感じなんですよね。はい、具志堅徹さんの後継者ということで、いやーすごいですね、具志堅徹さん共産党、オール沖縄イコール共産党、こういったのでね、彼らの正体っていうのがバンバンバレちゃうわけです。確か関西のテレビかなんかで、
沖縄に有名な方が来るらしいんですけど、こういったパンフレットもお見せしてみたいですよね。だから沖縄の平和運動の現場では共産党主導なんですよ。だって街宣車も共産党、街中を、ね、歩き回ってる県外から来た活動家も共産党、はい、そしてこういう、表に出てくるいわゆる犯罪を犯す連中も共産党、ね、本当に社民党とか社大党とか一体何をしてるんですかね、はい、基地反対派イコール共産党、いや本当にそう言ってもいいんじゃないかと。でも一番危ないのは社民党系の連中が本当危ないんですけど、あ、アリスさんその通り万説を怪我しているということで、ございます。さてさてさて、このね印象操作がひどい、まあ、沖縄タイムズさんの紙面、今日笑っちゃったのこれなんですよね。トーン、はい、トミーグスク市長南城市長選でフェイスブックに、はい、フェイスブックにいろいろ書いてる、市長変われば予算つかないっていうふうに書いちゃったっていうことで、フェイスブックですよ皆さん。あ、サンゴアートさん、社民党資金ないです、逆です、うん、逆、資金持ってない共産党が持ってます、はい、軽自動車あれも共産党の外線車ですね、はい、フェイスブックもう一ついきます、うん、トン、これもフェイスブック、いや本当にね、この沖縄のこの沖縄タイムズの記者っていうのは自分たちが気に食わない保守系のいわゆる市長、あの政治家のフェイスブックをみんな、チェックしてですよ、何かあるとすぐこうして乗っけるんですよね。いやすごいじゃないですか皆さん、ね、取材がフェイスブック見ることですよ、ね、これでね新聞記者だって言うんだから笑っちゃいますよ。ということは沖縄の保守系の政治家みんなね、この沖縄西および左翼からフェイスブックチェックされてて、少しでも何か不穏当な発言があるとすぐこうして新聞に載るということでございます。すごいですね、はい、今榎本さんから安定の有料記事とありますけど、この有料記事っていうのは詳しいことを見られたら困るときに有料記事にしているんですよね。で見出しだけ出して印象操作をします。本当にひどいもんでございます。そして一番ね私がと思ったのはこれです。トン、名護市議補欠選あちとみ氏が出馬、へりきち反対票共同代表ということで、この方中核派の活動家ですよこの方、はい、辺野古の海側のテントの村長さんなんですよ。まあ、どういったことを普通やってるかというと、こういった方でね、はい、へりきち反対協代表あちとみひろしさん、この方がその地元の人たちが早くどいてほしい、撤去してほしいっていう要請を無視して10年にわたり海沿いにテントを設置している張本人でございます。そのテントにはこういった人たちが集まります。ドン、はいはい、これその中核派のテントです。こういった人たちが集まっております。海側のおじさんですよ、はい、そして、横断幕はこんな感じ、こういった横断幕を、海に張ってるのもこの人たちですね。いやすごいっていうかなんていうか、いや本当極左暴力集団そのものですよ。でこういったところにまた、子供たちがね行っちゃったりします。こうしてトン、はい、こうやって子供たちをここに連れ、先生たちが連れてくると、その子供たちに偏った情報を注入するのがこういった、活動家なんですけどね。で名護市っていうのは、今の陛下が皇太子時代に沖縄をご訪問された時に白銀堂という糸満の、白銀堂病院の上から、角材や、ね、スパナを投げた人間が名護市では市議会議員やってるんですよ、はい、市議会議員ね。で次この方が補欠選挙で勝つようになったら、ね、陛下に
スパナやね、角材を投げた人間とか、法律兵器で犯す人間が、シゲとして税金でおまんま食うっていうとんでもないことになるわけです。いやー、信じられないですよ。あ、どうも、かいちゃんさん、ニラッチャありがとうございます。しょうさばさん、ニラ束いただきます。ありがとうございます。いやー、皆さんどうですか、こういったのを見て。私はもう絶対理解ができないなと思うんですけど、本当にね、法律をね、堂々と犯してる人間が議員になれる、まあ、それってもう本当に沖縄の民度がもう地に落ちてるとしか私思えないですよ。もし勝つとしたらね。そもそもね、陛下に角材やスパナを投げた人間が議員してられるっていうのは沖縄以外では絶対にありえないと思いますよ。ところがここではね、議員として税金でおまんま食いながら活動家としても活動してるわけですよ。それに加えて今度、ね、極左の活動家、それも違法行為を10年にわたって続けてる人間が立候補して議員になる。これがもし本当に議員になったら名護はね、もう終わってますよ本当に。いや、終わってるっていうかね、本当にこの沖縄メディアの県民の愚民化がもう行き着くところまで行き着いたっていう、ね、ことになるんじゃないですかね。私思うんですけど、もう少しね、政府もきちんとその情報戦、メディア戦っていうのを真剣にやらないと、沖縄、本当に沖縄メディア、そしてそれを操るどこぞのね、コンペイトーとかそういった人たちに乗っ取られてしまいますよ。本当に怖い。法律を犯す人間、陛下に物を投げつける人間が議員になれる沖縄、そんなことがあっていいはずは絶対にないと私は思っております。さて、今日のお笑いタイムス一面、今日皆さんにお見せしたいと思います。一面でございます。トン、はい、実は草津白根山で自衛隊員の方が一人殉職されてますよね。噴火の噴石を直撃されてから。それよりですよ、米軍ヘリトラッキに不時着っていうことがでっかく見出しが載ってます。一人亡くなってるニュース、それも自衛官ですよ。自衛官が亡くなってね、怪我人も出てるような、そういったニュースよりヘリが事故を起こさないために予防着陸をしたことがこうして、はい、こうしてね、ドーンと乗っております。本当に鈴音さん、お笑いタイムズですよ。一人亡くなったことより事故を起こさないようにっていうことで、はい、予防着陸をした方がね、不時着といって大きく報道される沖縄。はい、そしてこれです。拡大します。米軍ヘリトナキに不時着、事故相次ぎ反発必至。これ必至って書くときには反発しなさいっていう意味なんですよ。で、新聞にね、洗脳されてる人たちは反発必至と、新聞が書くと本当に反発するんですよね、メディア喜ばすために。で、ランプがついたとかそういったのがあれば、ね、事故にならないときに近くに降りるのは当然ですよ。ただでさえ空飛んでるんですから。車だってそうですよ。赤ランプついたら道のそば止めるじゃないですか。本当に煽る。いや、塩沢さん、これだけじゃないんですよ。これの反対側ももっとね、すごいですよ。もっとすごい。いきます。トン。あ、ちょっとこれ見にくいかな。見やすいやつで、ちょっとありますかね。見やすいやつ作ってあったんだけどな。ごめんなさい。ちょっと今、これしかないです。島の夜引き裂く轟音。島の夜引き裂く轟音だそうです。ね。島の夜引き裂く轟音。不時着集落から300メートル。住民恐怖と不安。もう煽る。本当にね、事故を起こさないために降りてるのに。なんで発狂ですよ、塩沢さん、まさに。愛川さん、どうも、ニラ束ありがとうございます。そう、アリスさん、もうね、この沖縄県民、こうして新聞に毎日のように
あの感情をね煽られまくるわけなんですよ。すごいですよ本当に。はい、こんな感じでね。いやーこれってすごいですよ。そしてね、あのわざわざ池江島とか読谷村のこっちもあの予防着陸があった場所です。そこの住人にまでわざわざ話を聞きに行って、ゼックって言って煽る煽る。いやーもうこうしてね、一度煽られてしまった県民はメディアが来るとやっぱりその期待に応えるようにさらにほてるんですよ。はい、大やけどします。で私これ見てるとね、なんか沖縄がどん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 なんか韓国化してるっていうんですか、朝鮮化っていうんですか、もう感情で何事も判断をしてしまうっていう、ね、そういったおかしな地域になりつつあるっていうのを本当に私危惧してます。このままじゃね、感情で政治家も決めて、感情で裁判も決めて、それってまるであの国と全く一緒じゃないですか。そしてね、これに対するコメントなんかもいろんな指揮者とか有識者とかそういったの載せますよ。でもね、全部、はい、コメントを求められてる方々みんな左巻き、みんな反対派、全員反対派。いやーこれすごいですよ。ここでね、指揮者とかミュージシャンの口を借りて自分たちの願望を乗っけてます。根本的な解決は米軍に抗議するだけでなく基地をなくすことだと強調したと。基地をなくすことと、基地なくしたいんですよ。はい、この石原さんというのは極左活動家です。はい、ミュージシャンですけど活動家ですね。こうしてもう沖縄県民を煽りまくる、まさに戦場的というんですか。もうどうです皆さん、これもう私が見たらね、これ異常としか思えない状態ですよこれね。いやーここまで本当に煽るんかなと思うんですけど、まあこうして、まあ、沖縄県民毎日毎日もう米軍関係の記事がないことはない、そうして毎日米軍に対して怒りを分け立たせるように新聞に仕向けられている。で怒った人間っていうのは正常な判断能力を失います。感情的ですから。で感情的になって正常な判断能力を失った人間を新聞がハーメルの笛のように誘導していくわけです。はい、これを私は沖縄の、メディアによる県民の愚民化、つまりメディアの思う方向に県民を誘導していくっていうことが今ね実を結びつつあるということでございます。本当に良くない。いや大好きですよ塩様さん、大好き。そしてまた辺野古でね、本当に今日のタイムさん中身が濃すぎる、濃すぎる、本当に濃すぎます。もう本当にこれ笑えますよ。はい、これ名護にね、名護の東海岸に新しい漁協をね設立するっていうことで集まってるんですよ、またその系統の人たちが。いや漁協ってありますよ、辺野古の漁協があってね、ティーマ漁協にも漁協がありますよ。なのにかかわらず新しくまた漁協をねこの東海岸に作ろうとしてる。これなぜか分かりますか皆さん。はい、つまり漁協ができるっていうことは漁業権が発生しますから、漁業権が発生するっていうことは権利が発生します。それがね、はい、そこに米軍基地があるとどうなります皆さん。そこで演習とかやったり。そうです、カーターさんその通りでございます。漁業権をね盾にあのこういった工事を妨害したり、将来的に保証金をですよ、魚を取ることよりこういったことをメインにやるんじゃないかというのを私ちょっと危惧しているんですよね。はい、もう本当にね、基地は彼らにとって生活の糧ですよ。五十計算その通り。そしてね、県は何と言ってるか、県ですよ、県は
こう言ってます。県というと尾長知事のところですね。はい、県幹部の一人は要件を満たせば設立を認めることになると。そうです、波乗り株主さん、その通り。そうですよ、基地のそばに学校を作って、ね、大騒ぎするのと何にも変わらない。そこに今ね、あの滑走路を作ろうとしている、その近くに漁協を立ち上げて漁業権を、ね、あのいわゆる主張していく。そして辺野古の町の中の不動産を買って、そこに、ね、住民として住民登録をして、将来ここに空港ができてオスプレイなのか飛ぶようになったら爆音訴訟団作る。もう本当にこのね、左翼のやり方っていうのは寄生虫みたいです。基地がある、ね、基地反対と見せかけておきながら実は基地に寄生をしているっていうのがこの人たちのやり方だと私は思っていますし、今の現行法ではこれをね止めることはできない。これがね、私はあの本当にもっと国会議員の皆さんもっと頑張ってほしいなと思いますよ。でもね、こういったものもきちんとやはり、インテリジェンスの面でね、きちんとしてやっぱり組織、国の方にきちんと組織があったら、アメリカはそういった情報の組織たくさんありますよ。はい、ね、警察と軍隊だけじゃないです、いろんな組織がアメリカにはあります。それだけアメリカという国は情報をね非常に重要視している。日本はそこのところやっぱり弱いんですよ、うん、だこういった部分についてきちんとやっぱり操作もできるようなね組織を私はねきちんとやっぱ国は作るべきではないかなというふうにね、あの思っていますけど、皆さんはどうお考えでございましょうかね。はい、いやしかし本当にこの沖縄の新聞見て、私今日本当にもうずっとびっくりしております。まあ、ここまでね、あの県民を煽る新聞ってないですよ。もう本当にこの私が今日これ本当に紹介しようと思ったのをもう見てね、いやこれも完全に発狂してるだろうと。これ読んだ県民は普通だったら怒るよと、ここまで煽られたらね。こんなのが連日続くんですよ。確かに予防着陸をするようなね、赤ランプつくような整備してる米軍も良くないと私思う。でもね、機械だからやっぱり故障するときはあるんです。で故障する、そのね故障にしちゃいますよっていうその前段階で警告ランプがついたから、もし飛んでるときにねそれを無視して住宅地の上を飛んで落っこちるようなことがあったらまた発狂でしょ。でそれを防ぐために身近なところに降りたらこれでも発狂すると。じゃあ米軍どうすればいいんですか。米軍は左翼っていうのはね本当に残酷だと思いますよ。予防着陸も許さない、ね、墜落も許さない。じゃあどうするんですか。お前たちがね逆に車を運転しててオーバーヒートのランプがついたと、そのまま走らせるかっていうことですよ。絶対それしない、うん、でもこの整備についてもいろんな関係者から聞いてますけど、まあ例の噂されてるあの国の整備がどうのこうのっていうことではないようです。やっぱり内部の問題かなと思うんですけど、もっともっとね整備についてはきちんとやっぱりやっていただきたい。だって厚木とか岩国ではあんまりこういうことないですよね。ない。それに私思うんですけど、あのエルドリッチ博士が沖縄に在任中はこういう事件ほとんどなかったんですよ、不思議なことに、ね、ここ最近ですよ急激に増えたのは。ここ 1,2 年です。急にこうして機体のトラブル、メカニカルエラーが増えたのはこの、ね、1,2 年なんですよ。これってやっぱりどうなんでしょうね、機体の問題なのか、それとも整備にかける予算が不足しているのか、それとも沖縄っていうね沿岸とかそういった特殊な気候についてなのか。これはぜひともねやっぱり米軍はこういったのが頻発すると沖縄の県民感情がどん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 やっぱり悪い方向に行くっていうことを分かってるんであれば、もっとね沖縄防衛局とか
外務省沖縄事務局と緊密に連携を取って、まあ、迅速な対応をしていただきたい。でも私のようなものから見てもやっぱり今の米軍の対応はまずすぎます。謝るべきでないところで謝り、ね、謝るべきところで謝らない、全く逆のことをやってね、どんどん深みにはまってる部分がやっぱりあるんですよ。やはり、こういったね、沖縄のような非常にデリケートな地域には、私はねやっぱり地日課で外人なのにね、やんばるのおじいより日本語が上手で、そしてすごい公正な観点からいろんな話ができるね、本当エルドッジみたいな参謀がね、沖縄の海兵隊には必要だと思います。本当に今の状況を見てると、博士がいたらね、どのように対応したかなっていうのを考えた時に、本当に大事な人材をね、どうも森先生こんばんは、こでございます。海兵隊を手放してしまったというふうに私はね、とても残念に思っております。はい、そうです、タイガージェット審査、オバマ政権の予算をだいぶ減らしましたよね。うん、だから金社さん、これもね、やっぱり何がついたか、どんな故障かっていうのをきちんとやっぱり発表されていないんですよ。だからそういったところもやはりきちんと情報公開をする、油圧系統の警告ランプがついたと、でチェックしたところセンサーの異常だったとか、そういったところまできちんとやっぱり発表することが私は必要じゃないかなと思いますし、この前の小学校の上を飛んだ飛ばないでね、米軍と防衛局、防衛省がもうガキみたいに言い合いしてるじゃないですか。もうあんなの見たら情けなくて情けなくて、左翼大笑いしてますよ、あれ見てね。いや本当にもう今の沖縄国のね、この対応も良くない、米軍の対応も良くない、はい、そういった中でね、私たちができることは限られてるかもしれないけど、何もしないわけにいかんか、やっぱりやるしかないんですよ。まあ、ですから昨日の、さくらのスタジオで、まあ、たくさんおられる先生方がいろんな知恵もお借りしましたんで、今後はそれを生かしてですね、まあ、私の何の対策っていうのを取っていきたいなというふうに思っております。まあでも本当に今日のお笑いタイムス、お笑いとは私言ってますけど、お笑いどころか大やけどタイムス、沖縄県民はこうして毎日毎日、感情を煽られ、正常な判断能力を奪われているっていうのが現状であり、それをやはり打破するには八重山日報のようなまともな新聞を読むことが必要でございますけど、まあ、未だに3600部ぐらいで足踏みをしている、まあ、これもいろいろ原因というのは私は分かっているんですが、まだ対応しきれてないところは非常に歯がゆい。そして皆さんびっくりしないでくださいよ、これ宜野湾市、普天間基地がある宜野湾市で、市長以下市議会議員たくさんいるじゃないですか、はい、自民党系の市議会議員さん、あと県議とかもね、たくさんいますよ、保守系、あと自民党系、はい、何十名っていますよ。八重山日報を取っての何名だと思います、皆さん。宜野湾市、はい、これちょっと調べました、宜野湾市で八重山日報を取っている市議県議は市長も含めてですよ、一人だけです、一人だけ、一人、何十名って一人しか取ってないんですよ、ね、こういった部分からいかにね、まあ、この沖縄の、まあ、保守と言われている人たちが、情報に関しての危機意識が薄いかっていうのがはっきり分かる。私はずっとやっぱりメディアの側の人間としてやってきてるから、その重要性っていうのは分かってますけど、政治家がそれを分かっていないっていうのはね、それはやっぱり相手はね、新報タイムステレビ局ですよ、 QAB、NHK やられて当然ですよ。そんな中で半分ぐらいどうにかね、保ってるっていうのは奇跡みたいなものじゃないですか。はい、ですから我々はやっぱりそういった報道の面、
それインターネットの面でね援護射撃するしかないんですが、責任ある方々がいやいや日報一つも取らない、議論案して一人しか取ってないというのは、こういったことをね手たらくをやってるようじゃ、私は沖縄の夜明けはまだまだ遠いなと思っております。はい、ということで、今夜のボギーチャンのちょっと時間オーバーしましたけど、いや本当もっといろんな話もしたいんですけどね、はい、もう本当に申し訳ありません。あ、川田さんおっしゃる通り、保守系政治家の、はい、危機意識っていうのがあまりにも少ない。南城市長選挙でも、確か20名いる市議の中の17名が保守系ですよ、ね、20名中17名が保守系で市長選挙負けるんですよ。これはね、はっきり言います。政治家の皆さんはやっぱり仲間同士でこういうのを言うといろいろ問題になるか言えないと思うけど、私はっきり言う、やっぱりね選挙をやってるつもりだった人たちがあまりにも多かったんじゃないかと、ね、今度はどうせ楽に勝てる、俺がそう動かなくても勝てると、みんながそう思ってしまったんじゃないのかと、ね、凱旋をしてる、選挙カーを持って運転をしてる、それで選挙をしてるつもりになっていた人たちがいっぱいいた。特に議員さんたち、はい、でなきゃ20名中17名が保守系のね、町で市長選挙負けるなんて絶対にありえません。はい。だから、勝ってるつもり、やってるつもり、私がずっと前から言ってた慢心、これはね、これからもやっぱり強く言い続けます。はい。沖縄ではやっぱ保守系に一番やっぱり不足してるのは情報戦への危機意識と、そして、いらぬほど持っているのは慢心でございます。それをねいかにやっぱり打破していくか、時には、厳しいことも言いますよ、嫌われるかもしれんけど、ね、でも誰かが言わないと何も変わらないと思ってますんで、これからも、私なりに思っていることはビシバシと、提言をさせていただきたいと思います。はい、ということで、今夜のボギーチャンネル、ここにて終了させていただきます。東京より沖縄寒い感じがしますよ。はい、ということで私のゲルゲル写真は明日また、公開をさせていただきますということで、今夜のボギーチャンネルこれで終了させていただきます。最後までお付き合いいただきまして皆さん誠にありがとうございました。ではまた明日お会いしましょう。ごきげんよう。